いや、俺ね、そう、格ゲーの動画見ようって言われてんだけどね、実はね、俺、最初の会社働いてた時、格ゲーの大会とかって結構昼間とかやってるじゃん、平日の。俺ね、めっちゃ見てた。R さんの実況俺マジ好きだわ。R さんの実況って一番有名なのなんだろう。グランドファイナルが始まります。日本の皆さんよろしいですか。グランドファイナル、日本代表トキノコクタイ、アメリカ代表バこれすックげえよな。俺もめっちゃ見たわ、俺これ。リ、いってみましょお願いしまーす。めっちゃ懐かしいわ。さあ、ここだけはどんだけうるさいと言われても声を出せ。みんなで応援するところ。いいさあ、しかし画面端追い詰めたが、パンクがコンボを決めている。投げも通って、投げが通る。今度は打撃よくガードした。さあ、体力差はそこまでない状況だが、よくガードした。カリン練習したけどマジコンボ出なかったな。これでトリガー嫌な思い出。る状況、うわー、いいタイミング、ゲージ溜まっちゃうじゃんこれ。裏剣からの波動6式発射ロックアタック。最初からもうゲージマネジメントが完璧でしたね。完璧でしたね。ぴったりゲージがたまる。これを果たして管理しているのか。管理だけじゃないんでしょうけども。さあ、大系クラッシュカウンターから前に出てくる百鬼打ち。そういえば俺これ見た時やってない時だったな。俺、うわ、アッパー対空なのか。百鬼対策いいですよ。いいぞ。さあ、いけ百鬼。パンクを困らせろ。裏からこれはガードになるが、これでパンクは V 取りで残球。膝つながっている。キャッキでラインを稼いで、ここで貢献。勝負どころでしたね。コマン投げは打つが、さあ、得点はどんどん前に行く。ナイスガード、ナイスガード。投げならいい、投げならいい。これで仕切り直しの前、そう、トリガーを引いて何か一つ引っ掛ければ。さあ、パンクは左右に動いて前を取る。さあ、うわ、よし、よし、前捨てを取られて、オッケー。強化勝利まで。これ解説されてる方は誰なんだろう。時直してもですね、はい、その垂直残強化残空からこう攻め入るというのは、まあ、セオリー非常に強い構造なんですけど、そうです。その昨日裏に回られて借地にしゃがみ中盤長を確定させられて負けたの で、 そ、 で、ね、それがちょっと少なめになってますよね。そうですよね。パンクは見ているなと。1回見せられただけで、そこで出した。マジか、空中ターゲット。さあ、カリンは対空が非常に難しいと言われているキャラクターですが、意図もたやすくやってのける。 それがこのパンク。うい、きた、ゴジン。さあ、うまいからこそ当たる。つえ、そこでコパンから中心。ナイス確認。決算させろ、この画面端。よし、 OK、 よっしゃー。よし、イエーイ。これは挑発でこれ地面を叩いてます。いいな、やっぱ地面叩いてコンボです。コンボです。今のはナイスコンボ選択。いいコンボ選択だった。これ出すってことは、はい、あのボタン3つを2つ用意してるんでしょうね。はいはい。あのロックボタン同時押しなんですよ。あの、はい、パーソナルアクションなんですけど、 あれ、あの手でやると大体失敗するんで。へえ。じゃあちゃんと専用ボタンが、可能性ありますね。さあ、先行したのは栄光ホークス闘技道。パンク攻略、ジャスティンが唯一パンクに対抗できるのは時戸だと言った。その時戸が、いやー、しかした。さあ、パンクはここから表に投げは抜けている。うまい、クラッシュカウンター。しかもちゃんとクラカン確認してる。素晴らしい、練習したのできてる。から送らせ、うまい、来た、ひっくり返った、威厳。いや、おお、あー、なるほど。惜しい。いや、今補正を切りたかった。そうですね、昇竜でスタンスさせても、はいはい、多分足りないだろうと踏んで。なるほど。結局読み合いを一回もう一回しなきゃいけないことは変わらないので、はいはいはい、はい、それだったらということで行ったんですけども、うまくいかなかったと。いや、しかし素晴らしい集中はできている日本の時の。さあ、全米最強、現在おそらく世界最強であろうこのパンク相手に 1-0 だが、もう3すえ。さあ、レッセンハーからダブルアップ気味、しっかりバックステップしています。ダブルステップしましたね。だしかし、大怪しい一戦、これがパンク強っ。あっさりと 1-1 マジで強い。いや、はや
ただ時戸さんならいける、いけるよ。この2試合終えて思ったのはやはりジャッキーに対してはかなり見ているということですね、はい、うん、そうですね、上からの百鬼に対してさまざまな対処法を見せたこのパンクのカリン、上これは噛み合った、さあうまくコンボで運んでこの画面端、ここを大事にしたい、しかしパンクの暴れどころがいいんですよね。さあさあ近いぞ、どうする、さて送らせて、耐えますね、耐えてこれうまい、さあいいぞ、竜巻から大達関西が当たった、さあ昇竜拳でゲージを貯めて、後ろ投げでもゲージを貯める、さあ時戸の動きは合理性の塊、いや序盤でうまく雨足に追い詰めた時は時戸が勝つと取ってますよね、その逆の場合はパンクが勝つという、人にそういう意味では分かりやすい、これはいいぞ、うまい、そうこれこのラウンドも序盤もう動きも見たくないからなんだよな、ロビン君に散々いじめられたし、これはヒット確認、さあ V トリガーを引いて、さあ拾えずだがその後のフォローを投げ入る、空中からのなんか攻撃のパターン多すぎてムカつくんだよな、攻撃食らうたびに、さあオロチから裏剣ぴったりダメージ計算できている、いやーこれで 1-1、 いやー時々はここ取りたいですよね、そうですね、リーチはかけられたくない、うわっ、もう抜け先行マジでコンピューターなんだけど、とんでもない精度、さあ時戸どうする、肩当たる、そこもガードしてパンクが圧をかけてくる、ここ耐えられるか、ここも見てからガード、うまい、しかしよく膝を当てた、さあ来たクラッシュカウンター、バックステですね、バックステガードをして、さあいいリズム、あと1回、あと1回ダーッ、ジャッキが抑え、時戸がリーチ、ここできた、おい、まだリセットのリーチだけどね、リセット、次でリセット、いいですよ、さあ時戸パンクを相手に星をリード、パンクの表情にも珍しく余裕がない、さあ大事、投げが入る、この画面足、ここをどう脱出するかですね、そうですね、いいジャンプ、うまい、さあ中盤転向、ここはガードを固めて上から、うん、苦しいか、この投げは安い、はい、入れ替えられたことだけでも十分でしょう、 OK、 めくり、うまくめくって画面端は近いぞ、で中心波動、うまく当てて投げてスタンがあるよ、あこれはさあこれはこのそうですね、そうですよね、そうですよ、ですよ、この格ゲーやりまくってる人たちがさ、その素人の俺とかが見てるよりもなんか1秒ぐらい先にさ勝ち確に気づく声いいよな、百鬼五十投げ、さこれは投げにいた、きたーっつって逆に分かんない方が楽しめるまである、ちょっと攻め急そう、その声で気づくんだよ、見られますね、そうですね、そこは百王将だな、これを確認してくるんだから、あれが相当すごいプレー、台下にいる、なんでだからそれに着地の隙取れんだって、着地の隙を取ってさ意味が分かんねえいやそして送らせる、うわすぎるいや本当になんですか、残空の隙は、はい、本当にみんなプレイヤー反撃できたと思ってガードされてえっていうところなんですよね、あれ着地2フレームしかないです、2フレームを取ってくれる、さあ来たぞ、いいぞ、逃げ、使っていく、EX からゲージはなくなったが OK、 投げは抜けるか、ここ重要です、押し返してくる、丁寧ですね、丁寧にいきたいですね、そうですね、時戸はニュートラルを経由しながら、やだー、ここは強しい、さあもうキャンセルしてグレンケンが飛んでくる、うわぁ遠目の天候対空、コンピューターしかできない今の動き、しのげ、ここだ、ここしのげ、時戸ナイスガード、ナイスガード、投げなら OK、 ここだ、ここ波動発動バレてるよ、さあ波動発動は警戒されているので、よし、そうそうそう、さあトリガー形勢逆転している、うまく踏み込み、いいよ、
対空か、いい投げられても大丈夫です。パンクにはゲージがマックス、球抜けもあるので球も打ち抜けが投げて5番あぶねー超えてそしてここは発動、そして波動発動、いいぞ、クッシュくらい、ツンクからガッシュ、うまい、くっ、うーん、決めたかったから、俺も展開覚えてない。でもそっか、ここはさあ、ここで一発もらうと削りがあるので、丁寧にザンク投げは抜ける、時間は上手、わーっすわーっすわーっすリセント、マジかもうこれだけでもすごいよ、すごい、これだけでもすごいよ。いでも本番こっからだから、こっからだから、こっからです。いやさあもう始まっている、はい、早い早い、ここから3試合選手、そうですね、ここから3試合選手です。リセットはかけた、パンクもルーズ、しかも昇竜でダメージ重視の3、素晴らしい、当然いける、パーフェクト、流れはある、流れはあるぞ、流れあるぞさあだけ当たるか、おお、多少キックで止める、内が入る、しかし時々に流れがある、うまい、ここもきっちりとがめて交渉からの、格ゲーの実況解説で面白い場所多いな。さあ会場も何かが起きそうな空気に着地警察れている、テンポ当たらずゲージは無駄に来た、いいぞ、さあはめろ、さあ処理を発動からザンク裏キャッ、当たっている、波動、日本の科学力、大きめ、そしてさてドエーッ、100球押さえ、これじゃいい、日本の科学力いいよな、さあパンクの勢いで出るワード 1-0 トキド、さあトキドが乗ってきた、トキドのその攻め方のバランスがいいんで、さすがのパンクも、うん、その上とかに対する対応がちょっと遅れてくるようになりましたね。遅れてますね、あとやっぱりいろんな行動が通ってるんで、はい、あれですよね、だんだんその印象っていうのが深くなってきますよね。そうですね、そしてアルコンするところにこの中継、はい、いい距離で打ってます、素晴らしい、さあここまでもう体力が減っている、トキドが圧倒して、よいしょー、よいしょー、素晴らしいプレーだ、ここに来て、さあパン刻みから、さあガンガンと押す、上、大空、大空、お見事、画面足、これですよ、相当格ゲーって、はい、こうやって見るとさあパンクはどうする、先ほどまでの自信に満ち溢れた、より流れ的なものが、うまい、100キリ、うますぎる、強く出る、うますぎる、ゲームだなって感じするな、テンポも速いしな、ゲージは使わずとも妙見でフィニッシュ、いや今多分その100機1回壊れるとそのままガタ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 、そうですね、あれを変化の前にとがめると、はい、さあしかし膝が当たる、いや対空の反応が良くなってきました ね、またさあ会場からはコールが来ている、迷えば破れる、ナイス暴れ、よく止めた、中大輝くんパンクが前に出始める、どうする、得点100機落ちた、本命、さあ来た、そこから画面端連れてきた、 V スキルを使って、うお、お見合い、さあもう一丁発動しろ、どうする、さあここからトリガーはない、クリティカルランスもないが、うまい、発動です、発動です、発動からさあ、お知らせ、うおー、もちろんやるよね、はい、はい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 、新国さん、うおー、勝つすぎる、すごすぎる、これでリーチ、熱すぎる、なんだこの漫画みたいな展開だ、全ての久田を使ってるよ、来たぞこれ、いや今のジャンプ中キックは、はい、このこれまでその裏回りをされ続けて、リアル新国策も見たことある、スクリーンの前でやるやつでしょ、したんでしょうね、いやさあ時戸
リセットからの 2-0。 目下世界最強パンク、このパンクを相手にそれを上回る素晴らしい立ち合い。さあ今最も輝いているストリートファイターはこの男か、上を通るか、うまい。なるほど、1ゲージも使っていきますね。さあいいダメージになった。さあ EX ザク、さあこの着地を取っている。しかしいい暴れ。そうですそうです。どっち、さあどっち、うらー、波動勝利点強化者、いけー、よし、これで気持ち1。すげーよ、夢を見てるみたいだ。さあ天候時野の格ゲー人生の集大成、悲願だったこのエボリューション、ついに体感なるか。最高のシチュエーション、最高の相手を前に時野が今入賞にリーチ。うえ、これは噛み合った。さあこれでフルラウンド、まだある、これ取ればいい。さあ行け、念願のビッグタイトル。さあ時のそれは目の前だ。いいよいいよ、上げて起き攻め、起き攻め、スタートする、うまい、うますぎる、相手もうますぎる。さあこれはこれ画面足重要、入れ替えた、うまい、キャッチ、いいぞ、これは発動できますよ、発動できる、発動できますよ。うまくラッパを経由すれば、だが内野入る。さあここで波動発動、乗っけて、ザク、うわー、うわー、最後は昇竜拳。やった、ドキドが優勝は何回見せる、ドキドー、おめでとう、最高の舞台で最高の体感、文句なし、世界一の男だ。やったよ。いや、実況解説が素晴らしいですな。試合まで素晴らしい。全てが素晴らしい。